ハーストイーグルは、かつてニュージーランドの南東に生息していた大型のワシ、ハルパゴルニスワシという名でも知られる、ニュージーランドの原住民である、マオリ族には、ポーアカイ、より一般的にはホキオイ、または、ハカワイと呼ばれる大型猛禽類の伝承があり、それは本種に由来しているとも言われる、翼を広げた、長さが3メートルに達したとも言われる、史上最大級の猛禽類だった。 一説には同じく巨大な鳥類として知られるモアを捕食していたとも考えられ、ニュージーランドにマオリ族が入植し、乱獲によってモアが絶滅した後、本種も西暦1500年頃には絶滅したと考えられている。ハーストイーグルはユーリウス・フォン・ハーストによって初めて生物学的に分類され、その後、骨の発見場所の所有者であるジョージ・ヘンリー・ムーアに、ちなみ、 ハープポ号にツモーレイと命名された、頭蓋骨赤姫クマタカとハーストイーグルの足の、比較発掘された骨格から推測される体重は、メスで10から15キログラム、オスでは9から10キログラムほどと考えられている。前後は、メスで140センチメートル以上、オスでも90センチメートル以上とされ、さらに翼腹はおおよそ2.6から3メートルほどに及んだと考えられている。 欲服そのものは巨大だが、現存する猛禽類の体重比率からすると、決して突出した数値ではなく、ニュージーランドの密林で狩猟を行う際に、この幅の短さを役立てていたとも推測されている。大型鳥類が得意とする、ソワリング式ではなく、強力な両足と巨大な飛翔筋による高翼面荷重と機動性を進化させていったと考えられている。 その根拠として長く幅広な尾翼が挙げられており、これによって機動性と揚力増大を両立させていたとされる。鳥類としては重量級となる体重にもかかわらず、地面から跳躍しての離陸が可能だったとも考えられている。ヨーロッパ人が入植する近年以前はニュージーランドにおいて確認されている陸生の哺乳動物は3種類のコウモリのみだったため、 本種には哺乳類との生存競争の脅威がなく、ニュージーランド生態系の頂点に存在していたと考えられている。同じく巨大生物であったモアは装飾であり、生態的にはゾウや牛に近かった可能性が高いのに対して、本種は現在における虎やヒグマに近い生態的地位にいたと推測されている。モアを襲うハーストイーグルの創造図本種の狩猟スタイルは、 現在の猛禽類が行うような上空から高速で攻撃を仕掛け片足のカギ爪を獲物の肉や骨に突き刺しもう一方の足で頭や首を打って負傷させ大きなくちばしで内臓に向かって体を引き先き獲物を失血死させるものだったと推測されておりその滑空速度は時速8 0トルを超えていたとも言われるメインとなる中小の生物だけでなく 自身の体重の10倍以上にもなるモアを捕食していたという説もある。この説は本種の大型化、体重増加がモアをはじめとする大型生物を捕食することへの適応であるという考えによるものだが実際のところ発見されたモアの骨に本種が捕食した痕跡があるものは少数しか存在せず単に死骸を食べた痕跡である可能性もある。モアを襲う場面は イラストや標本展示で多数再現されるが、あくまで証拠より、イメージ優先の趣きが強い。現在においても、大型の猛筋類とモアに近いがウ類が、生息域に重なる地域で、後者が捕食されるケースはほとんど確認されていないため、生息環境の違いはあったとはいえ、多数発生した状況であったかどうか、捕食自体が可能であったのかどうかは実証されていない。 骨から採取された DNA 分析の結果、本種はヒメクマタカなど小型のワシと密接な遺伝的関係を有することが判明している。本種はこの小型シワシから約70から180万年ほど前に分化したと考えられ、逆算するとそれ以後に10倍以上も体重が増加したこととなる。この増加率は現在知られている脊椎動物の中では、 最大級の体重進化であり、この要因には、その極を支える獲物が大量に存在し、また他種との生存競争が激化しなかったことが背景に存在すると考えられている。著名な探検家であるチャールズ・ダグラスは、1870年代にニュージーランドのランズボロー川渓谷において庭の巨大な猛金類と遭遇し、これらを売って食べたと自身の旅行記に記している。 これが事実であるならば、これらは本種の生き残り個体であった可能性もあるとされる。ただし、この頃には本種にその子孫を維持するだけの餌は存在していなかったと考えられている。また、ポーアカイは生きていた記録が見られない鳥であるという、マオリ族の口伝もある。なお、翌朝が3メートルまでは長くなかったとすると、その鳥はアイルズ・ハリアーであったという可能性はある。この鳥は、 最大の中飛であり、一般には有史以前には絶滅したと思われている。また、現地マオリ族のクデイも姿の見えない鳥という内容があることから、直接ハーストイーグルと関連のあるものではないという考えもある。その鳥は姿を見せないが、非常に大きな羽音を立てる。そのためマオリ族は、それが大きく強力な鳥とし、巨大なワシの姿と考えた。という伝承がある。 捕食者にとって死肉食は重要な栄養補給方法であり、猛禽類は元来、その傾向がより強い。現在においても大型の捕食者がより大型の対象を襲うことは稀であり、その狩りの成功率も低い。大型の捕食者がより大型の動物を捕食することに特化したという例は確認されていない。ありがとうございます。